はい、じゃあ今から五所川原に行って高校の時の友達と飯食ってきます。結構久しぶりなんですよね。なんて、うん、はい、岩木山は綺麗ですね。というか岩木山も見る角度、まあ当たり前なんですけど見る角度違えば全然違う風に見えて、また弘前の方とかから見れば違うく見えるんですけど、僕はこれで慣れてますね。あ、もう見えねえか画面上では。いや、めっちゃ久しぶり。おんよっちょん、おんよっちょん、わあ、ケイタロー、おんよっちょんずよ、おんよっちゃんずよ。いや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 、あ、ケイタローはもう2年くりぶり、2年くりぶりだな、2年ぶりぐれーだな。2年くりぶりって何？ヒロアキも誘ったんだばって。うん、ヒロアキはそう、今日仕事だったはんだよ。ひろあき今日仕事？ああ仕事だべ、消防だもんな。そうチキンカツってこと？チキンカツなんじゃない？んどうしようかな。東京で集まったメンバ ー、 あー、え、行ったんですよ、そうそうそう、東京で行ったの、チッチッチ、みんなやっぱ期待じゃな、うん、おい、おい、おめ、なかなかバキバキの体にしてたし、うん、絞りはさ、うん、結構良かったんだけど、やっぱサイズ的なものだよな、うん、やっぱちっちゃかったんで、うん、そうでもやっぱり面接とかもあるわけだよ、うん、面接、あの、それこそ何やっちゃうそれこそ、ほら、雑誌っつも文章も載せるじゃん、うん、なんで減量を始めたきっかけとか、うん、そういうストーリーも必要だったんだよ、あ、ただ筋肉ありゃいい、そうそう、筋肉あったら絞ってりゃいいと思うんだよ、やっぱストーリーが必要だ、あ、それ考えには思います、なんで来年買うわストーリーねえんだ今時登録だけ、あ、登録してんだ、登録誰でも繋がってなくて、繋がる、ほら、カズキド、糸前もやってるもん、糸前も、あ、糸前も開いて、糸前結婚したべ、結婚して二人子供いで、あ、糸前って見てもわかんねえんだ、気すんだ、こって変わんねえ、変わんねえ、変わんねえ、あ、なんだ、糸前面白いよな、糸前数学で0点取ったのめちゃめちゃ面白い、え、そう0点取れてんね、あ、サンキュー、だって今、岩屋とかは初め見た時ちょっとおかしい人かと思う、そう、マジ、ケイトロめっちゃ怖かったもんだって、めっちゃ目合うんだよ、めっちゃ目合う、まんま、あの、一回こう何学場嗅いで、嗅いでてか、うん、腕で外さ出される時間、うん、願った、その時に岩屋、試験の時、高校入試の時一回外さ出されて、で、岩屋まんまやさやろって、うお、チラチラ見てくるわって、こっちで、高いじゃん、やばい、なんかもう目つけられちゃうと思ってこいつ何見じゃん、ほら、まあ、ヤンキー文化だったじゃん、バンドの時って、うん、でも、いや、思ったら、こいつおかしいやつだ、頭おかしいやつだ、はんで、どうせうがらねえし、おかしいやつさ、クソたガンタレでもダメだなって見ねえようにした、今度しゃっきゃ、入学式の日にいたと思って、受かったんだ、こいつでもあの存在は分かってたんだな、分かってた、認識、超認識しちゃったあ、終わったんですか、終わったんですか、うん、ね、何もあら、こんにちは、うんだっきゃ、マスク、お疲れ様です、んだ、マスク取ってみへんのまねや、あら、体操、体操行ってきたべ、その緑のやつ来ちゃうはんで、体操席、体操席って入るね、今度花屋のみょうがもらねてきたの、あなた、みょうが、みょうが、なんだん、うん、うん、いい名前もらってくじゃん、
どこさみも無事さ、うん、どんどんあでもパグロマーズのあーあーさだばってこう臭くなってまってだめこの嫌いでこんな話さいでや嫁こねぐどこでら話さいで、うん、もうちょっと早く取ればもっといふてやったべばってありがとう取ったぞあげるわと種をうん、もらったのあんだあんだ取っててくださいはいどうもお疲れ様ですはい、今日も京都で150キロやっていきたいと思います。無理だな。半口多かったな。半口多かったんですか、うん、これでどうですか。これでちょうどいいと思います。あおごめん、これでちょうどいいと思います。なんぼさあ500、うん、よいしょ、はい、さすがさすが牛タン。なんで牛タン好きだった。なんぼさめっちゃ簡単だね。別に触る犬柔らけることかな。そったのまだ髪だけにナイフ方食らってやったけさ。ナイフ方食らってやったけさ。ちのだから髪だけに乗ってだからなんか美味しそうな感じにぐらばってパサパサしてやるな。なんだわけ、ね、結構しまくって美味しそうな感じにぐらばってこんなに働くのに。こんなに働くのね。お肉ぐらいちゃん出してよってな。そうだね、うん、よしよしよし。閉じて潰れたのよ。悪かったな。脅して潰れたってか結構日にち経ってね。それ大丈夫なんす。大丈夫だよ。これ母さん、ここ母さんだけど、ここがいい。ここぶつかみ。この笠井さんのファクスある声だけ。いいお皿持ってきたね。だべ。さすがだ。ちょうどいいべ。ちょうどいい。Thank you.